イギリスとオーストラリアの資源大手リオティントは7日、アメリカとオーストラリアのリチウム生産大手アルカディウムリチウムに買収を提案したと発表しました。ロイター通信によりますと、買収額は40億ドルから60億ドル規模になるとみられ、成立すればリオティントはリチウム生産で世界3位になる見込みだということです。買収提案を受けたアルカディウムの株価は、 35%を超えて上昇しました。